あら、ヨウくんいらっしゃい。サイコちゃん。ヨウくん、じゃあ今日もお任せで適当に作っていい？うん、ありがとう。髪切った。まあね、今日もキュービーハウスよ。普通の女の人ってさ、ちゃんとした美容室で切ったりするでしょ、うん、なんか私みたいのあんまいないみたいね。恥ずかしいわ、なんか。あ、そう。俺素敵だと思うけどね。面白い冗談、こいつ。いい顔してるね。今日いい顔してる。いい顔なのはいつもでしょ。何今だけってこと？いつも。失礼だね、本当に。いい顔してたな。え？いいの？うわぁ。女神さんが入れてくれたみたい。それは私は女神だわね。あ、女神さん。ちょっと七福神と勘違いしてないでしょうね。サイコちゃん入れてくれたから、めちゃくちゃ美味しいな。何を入れてくれたって、まるであんた、緑茶みたいな言い方しちゃってさ。どうなの最近、調子は。なんか最近よくお店来るね、あんたね。あ、そう。いや、会いに来た。何言ってんだ、こいつ。ほんと冗談好きだよね。冗談じゃない。会社でも結構冗談言ってんの？え？冗談大好きだよね。冗談とか言わないタイプ。今は今多分マジで冗談言う人が、俺冗談とか言わないタイプだよ。丁寧に振るなよ。そういうふうに丁寧に振っといたら、冗談言った時に振りがきっと面白くなる。なるほどね。そういうシステムをちゃんと理解してるんだよね、笑いのね。ほんと、なんか見るたび可愛くなる。何言ってんのよ、ほんと。見るたび大きくなってるの間違いなんじゃないの？いや、ほんとにほんとに。俺ここ来てさ、うん、もう今日で10回目ぐらい。ああ、なるんじゃない。だってもうここ最近、ここ2ヶ月ぐらいのペースはすごいじゃない。じゃあ、うん、実は一番初めて来たの1年前の今日。え ?1 年前の今日初めて来た。ああ、だから最初1年前でこう3ヶ月おきとかだったのがここに来ての、うん、なんでそのハイペース。何、結構わりかし後半こうラッシュかけるタイプ。ラッシュかける。会いたいなと思って。何言ってんの、あんた冗談好きなんだから、本当にさ。だから。そのサングラスも似合ってないよ。似合ってないよ、本当に。なんか、前にサングラスとかかけたらどうって言われたから俺ちょっと買った。ああ、ダサいダサい。何このサングラス。本当。何、石原くんの意識してんの。ちょっとこっち貸してみ。面白いな。うん。トゥトゥントゥン。トゥ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 ン。あ、いいね。トゥ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 ン。石原くんだ。いいなぁ。なんか、さやこちゃんとさ、一緒にいたら明るい家庭作れそうな感じするよね。まあね、そりゃそうよ。私がね、もう絶対お母さんになったら、そりゃ明るい、毎日笑い絶えない家庭を作る自信はあるわよ。そういう家庭に、俺さ、ずっと、富士家庭だったから。ああ、そうなんだ。そういうなんか、お母さんとかそういう家族像に憧れるのよ。あのさ、俺、さやかちゃんのこと好きなんだよ。冗談やめてよ、そんな。いくらでも冗談が過ぎるわよ。いや、本当に本当に。私も一杯もらっていい？もちろんもちろん。私ね、結婚してたのよ。九州にいるとき、で、子供も3人できて、すっごい幸せだった。
だけどね、旦那が他に女作って。旦那がさ、結構しっかりした人で、ちゃんと稼いでくるような男だったから。全部持ってかれちゃってね。そっから女で一つだ。うん。子供も全部向こうに持ってかれちゃった。最初会いたくてさ、向こう行ったりして、もう一時はさ、殺してでも子供奪ってやるって思ったりしたけどさ、見ちゃったのよ。見ちゃった。向こうの新しいお母さんと子供三人がね、楽しそうにフリスビーやってたの。へえ。それ見たときにさ、もう私はここに関わっちゃいけないって思った。それと同時に、もうこんなに辛い思いするんだったら、恋人もいらないし、結婚もしないって決めたの。さやこちゃん、俺が大事にする。さやこちゃんの辛い過去とかも全部受け入れるし、一緒に素敵な家庭作ろう。フリスビーする？ちょっとフリスビー、ヒュン。ちょっとびっくりした。フリスビーからのアキラね。やめてよ。アキラ、アキラ。やめてよ。こっちだったんだけどなぁ。そっかそっか。いやー、バキラ君って一番面白いよね。大好き。うん。私、ああいうのもう一番好きだからさ、もう大笑いして、一人で最高。もう YouTube でお笑いしか見てないからさ。最近芸人さん好きとかやるの？エビバリーが好き。あー、私はあなたのことをずっと好きあれ、なんかちょっとお腹すいてない？お腹すいた。よかったらさ、めちゃくちゃ美味しいさ、ラーメンもらったの。え、ほんと？もうそれがさ、九州でしか売ってなくて、それ作って食べたら美味しいよ。卵も入れたいね。いいな、食べたいな。はい、ちょっと待ってね。